ですす皆さんおはようございますあの心なしか皆さん、目が腫れてる感じですけども、も大丈夫でしょうか、さすがに朝一8時というのはね、GI ではきゃかなりきついセッションですけど、ぜひ1時間よろしくお願いします。 AI が経営にもたらす創造と破壊ということで、まあ、日本企業を勝つための戦略とはという副題がついておりますけれども実はこれ昨年もです、ね、AI が世界の模範となるためというようなセッションをやらさせていただきましたでその時にはあの西川さんと松尾先生にもです、ね、一緒にあの対談させていただいたんですけれどもまずです、ね、ちょっとお二方にお伺いしたいなと思うのがこの1年の変化点ですね。 特に松尾先生あの、昨年おっしゃられてたのはあの、まあ、ディープランニングの一つ的なディスラプティブなイノベーションとして、目を持ったことだとで、その中で片付けロボット、それからあの宇宙戦艦ヤマトのシュッシュッって閉まあの自動ドアですね、とかですね、あとは農業とか、いろいろなイノベーションが生まれるんじゃないかという話をしていただきました、えー、西川さんの方もですね、いろいろな大企業様と組みながら、えー、進みつつあるという話ですね。 昨年から比べますと、割と実装社会実装段階に移りつつあるんじゃないのかなというのが私の見立てなんですけれども、そのあたり含めまして、昨年との変化点、そのあたりからお話しいただいてよろしいでしょうかね。じゃあ、じゃあ、まず、あ、この1年で、えー、起こったことは、やっぱり、まあ、あの実例がいろいろ増えてきたっていうのはあると思いますで、えっと、昨年お話ししたそういう自動ドアの例なんかも、 あのいろいろあの、えー、そのやろうとしているようなあのところというのはあの出てきていますし、えー、それから、まあ、医療画像とか顔認証とかもう次々と、えーまあ、実例が出ているというようなことだと思います。でそれと共にあの このディープラーニングの活用っていうのがあの実は IT 企業じゃなくて非 IT 企業の方が、まああが大きいと潜在的に大きいということが世界的な合意になりつつあって例えば GTC っていうので、えっと、年末に日本でありましたエヌビ i アのカンファレンスで、えっと、ジェンセン社長のジェンセンさんがあのこれからディープラーニングが活用されるのはやっぱりその自動車とか農業とか建設とか、えっと、産業ロボットとか、まあ、そういった分野だと。 いうことを言ってますし、それから、えー、バイドゥの、えー、ディープラーニング研究所の所長だった最近辞めてあのあの、えーまあ、いろんなことやってますけどもあのアンドリュー・エン先生も、えー、ディープラーニングの最大の活用先は非 IT 企業だと、えー、いうことを言ってですねやっぱりその、えー、まあもう IT 企業でのディープラーニング活用っていうのがもう、まあ、大体こう行き渡ってえー、っと そうじゃないところに、やっぱり大きなチャンスがあるんだということが、あの共通認識になってきたのかなというふうに、あの思ってます。なるほど、ありがとうございました。はい、じゃ、西川さん、お願いします。そうですね。あの昨年の時点は、あの、まあ、協業、まあ、ファナックさんとかトヨタさんとの協業というのが、まあ、ちょうどこう加速しつつあるタイミング。で、まあ、これから頑張るぞというフェーズだったんですけれども、まあ、いくつかその実験的な成果は持ち出ていたんですけれども。今年、去年から今年の。 我々の一番大きな変化としては、その実際そのファナックさんと取り組んでいるその AI の製品もその実際のその商品になっていくとなっていっているというのが大きいかなと。おお今そのどこをまあ最初に商品化したのはあの熱変異補正というもので、これはどういうものかというと、まあその工作機械があったときにその工作機械って。 熱によってその挙動が変わってしまうとで、まあ、その挙動に合わせてそのパラメータを調整してあげないと加工の結果が変わってしまうんですけれどもそこをその機械学習で予測させてあげてあの要は冷たい状態でも 正確に加工ができる,ようにするとそうすると、まあったまるまでかかってたその数時間という時間がなくなってすぐに稼働し始めることができるので非常にそういったところではその現場の人たちからの,その引き合いというのも非常に多くてそのですのでそういうその実際に受け入れられる機会というのが増えてきたかなと。 まああの今は製造業の例ですけどもそれだけでなくて、まあ、僕らあのペイントチェイナーというその線画に色を塗るサービス自動で完全に自動で色を塗ってくれるんですね、うん、そういうものを展開してるんですけどあのサービスを展開してるんですけどもどまあそれをリリースした直後からかなりその絵を描いてる人たちがこれ,これってもう自分たちの仕事どうなっちゃうんだろうというぐらいの勢いで <laughs> ただまあみんな楽しんで使ってくれて実際あの今月あ、えー、先月かな先月その実際の,その漫画 白黒の漫画を自動で着色して、うん、でそれをもう本当に商用で展開するとそういった試みも始まっているんですね、うん、な,なのでその実際その AI の取り組みがそのまあ一過性で終わらず役に立つところが増えて,き,ているるきつつあるというので手応えを感じているというのが今の僕らの,あの感触でありますなるほどありがとうございました。 えっと、次、村田さんにお聞きしたいんですけど、今、あの松尾先生と西川さんから、あの非 IT 企業、まあまあ、メーカー系ですよね、はいで、かなり社会実装が進んできてますっていうお話がありましたけど実際、村田さんのところでの、まあ、肌感覚といいますか、実際どれぐらい活用っていうのは考えられますか、ねはい、あのうちは産業機械とか、オートメーションやってる会社なんですけど、お客さんから最近、村田さんのところは AI やってるのってよく聞かれるんですね。 でそれはもうもちろんばっちりですよって言うんですけど、まあ、よくマーケティングのツールとして AI やってるって言うと売れるんで言ってるんですが実態は今日のこのセッションに呼ばれた時にあのちょっとうちあんまりやってないんで、うん、<laughs> 敵人じゃないですよってあの木村さん言ったんですけどいやその,、まあ、あの実態を赤裸々に言ってもらったらてと <laughs> そういう役割的はもありましたんであ,のあんまり記載されても困るんですが <laughs> あの熱線補正とかもずっとあの昔からの課題で。 あのやっててそこにどこまで最新、最先端の AI を使われるかというところが、うちはまだ遅れていると思いますであの。AI は自分の生産現場で使う、それから機械に組み込む、いうか最後にその機械の稼働の保守、監視を行うと、まあ、3種類ぐらいあるかなと思うんですけど、あのその最後の監視の部分、サービスの部分というのが今、大変進んできています。 で人間がこの目で見て判断するのをある程度機械で認識させて、えー、僕らの会社の中で現場というときは設計でも製造でもなくって、僕らの機械がお客さんのところで動いている現場が現場だってみんな言ってるんですけど、その現場で何が起こっているかというのを、まああの、なるべく人が見るというよりも機械に判断させると、そうすると後のやり方がスムーズなものですからね、そういうあの画像認識の部分というのが一番今、 これから入るかなという感じで、す、はい、ちょっとあの質問したいんですけども、も遅,遅れてるっておっしゃったじゃないですか。 そ,はい、その理由は何なんですか、例えば投資対効果が湧かないのか、<laughs> 人金がいないのか、なんか、全部自分のところでできないんで、えー、松尾先生のところで開発されたやつとか、そういうのが出てくれば、モジュールとして買ってくればいいじゃないか僕ら思っていあの、まあ、それは日本製であるし、僕はないと思ってるんですよ、も。なるほど。いいものができるときは、ちょうど昔のマイコンが家庭に入ってみたいに、あるいは半導体使ってるみたいに、全部自分で作らなくても、うん、便利なツールとして取り込めばいいと。うん それがまだセットとして出てきてないかなというじゃあまだまだお手軽に買ってきてガチャポンとはめれるレベルまではきてないからちょ,ちょっとそんな感じですねで自動運転ができればそこから出てくるかなってみんな言ってるんですがちょっとさっき申しましたみたいに、はい、本当かなっていうところもちょっと今日もそういうことをお話聞けたらなと思ってます、はいありがとうございます、はいはい、じゃあ森保さん今自動運転っていうキーワードが出きました IT 企業かどちらか <laughs> いろいろやられてますけど、はいまあね、ロボタクシー含めてどううでですすかねねそまさに自動運転の話でいくと今我々あの日産自動車と日産さんと提携をして ET ライドっていうサービスの完全自動運転の、まあ、タクシーサービスみたいなものをあのやろうっていうことで進めてるんですけどもそれの,あの実証実験っていうのが横浜で来月あの一般の方を乗せてやるんですけどもちょうどこの G1 に来る前 にですね、羽田に来る前に横浜に行ってあの私も試乗してきましたでまだ当然限られたもうコースを走るだけですので、うん、あの非常に限られたものですけども基本的にはもうその完全自動運転を目指してもういろんなところからかなりの大きな投資してますので、うん、これはもうあのいつ実現するのかっていうのは、まあ、規制の問題もありますしどこまで安全性を高めればいいのかっていう問題であるとか まああの経済合理性の問題とかはありますけども,もうこれはあの時間の問題なんだなというふうに思ってますで完全自動運転の時代は来るんですけどもその前でにもやっぱりそのあの完全自動運転に行くまでに AI を活用してっていうのも当然いろいろあってですね例えばそのあの普通に危ない時に勝手にブレーキを踏んでくれるっていうような部分的な自動運転まあ自動運転というかあのそういう技術はどんどん取り入れられてますしあとは我々やってるのがあの カメラをですね車の外と内側につけてですねあの、まあ、人が運転しているものなんですけどもコンピュータービジョンで外を撮影して、まあ、人がいるかとか、まあ、前に車がどこにいるのかというものをですねあの認識をしてあとは車内に あのカメラ向けてですねちゃんとドライバーがどこ見てんるのかあの寝相になったりとかしてないかというところまでちゃんと認識した上で、うん、危ない時にピッってアラートを鳴らすとか、うん、あるいは、その事後的にですねあのドライバーに対してこういう運転というのは非常に危ないよというようなそういうようなコーチングをすることによって事故、まあ、率自体を減らせるんじゃないかというような,なそういうような部分的な取り組みっていうのもどんどん始めてます。なるほど レベル3はもう23年後ぐらいにもう、ね、ほとんど出てくるっていう言われてますしねアウディはもう A8 で実現してますすもんねねそうでレベル3とレベル4って、ね、まああの実際にだから導入が難しくてレベル3の問題っていうのはあの人は乗ってないといけなくて車が運転してくれるんですけども、うん、危なくなったら人の責任ということころでどこでこう運転を返してくれるのかとか、うん、っていうところはなかなかそのあの、まあ、法的な。あ 制度の面も含めてどういうふうに実装されていくのかというとはまだ見えないところがありますけれども,もうレベル3、レベル4というのはもう時間の問題でで進んでくると思いますなるほどあの私も今年のセスに行った時にです、ね、自動車メーカーのブースでもうレベル4の自動運転の,あの実験車が普通に展示されてもうそれはもうめ珍しくなくてそれはもう所有のものとしてその先にどう世界観を描くかという方向にもう展示が進んじゃってて。 あ結構もう進んでるなっていう感じがしたんですけれども、うん、実際、技術的に見たときに例えば d n a さんと日産さんでやろうとしたときにどの部分は自分たちで例えばセンサーとあの地図の部分は外から買ってきてある子だけ自分たちで作ろうとしているのかとかど,ど,どこはど,ど,どういうアライアンスというかどういういパーートナーシップで考えられてるんですか車に関連したその自動運転の技術自体は、ええ、もう完全に日産さんのほうにお話をしていて。 何でしょうね、サービス化するにあたって、うん、自動運転の車が勝手に、ね、あの売るっていうことじゃなくて、うん、やっぱりユーザーさんを乗せて、うん、サービスとして提供することになりますので、うん、そうした場合じゃあどのように配車するのかとか、うん、あるいはその,あのお客さんがいそうなところにじゃあ車をいっぱい置いておいた方がいいのでそういうアルゴリズムを作ったりっていうのは、うん、我々サービスレイヤーのところでの,、うん、あのアプリを作ったりアルゴリズムを作ったりというのはそういうような感じになります。うんなるほど まああの今の話であのオープンイノベーションというのがこの分野キーワードになっていて自社だけではできないので誰とどう組んでということが出てくると思うんですけどもちょっと西川さんにお聞きしたいんですけれども大変失礼なんですけど今でこそねもうプリファードさんといえばね大御所中の大御所ですけれども始められたその日、デイワンですよね「フーイズ・プリファード」の時があったわけですよね。 その時にどうやってその広げていったのかというか何が言いたいかというと日本の大企業さんってオープンイノベーションと言いつつなんかベンチャー下請けに,下請けに使うというか,なんか同じパートナーシップの感覚を、ね、ちゃんと持てる会社と持てない会社っていうのがあってそこの違いが結構僕大きいかなと思うんですけどもで結局なんかわけのわかんないベンチャーに頼むより IBM さんに頼もうみたいなそんな世界観を持ってる会社が多いような気がするんですけどそのあたりど,どうですかね。どう,どうしてここまでその ね、みんな手を組んでこれたのかというかオープンイノベーション的なですねそうですねこれはまあ運も良かったとは思うんですけれども、うん、その運って何かというと、うん、まあ 僕は今、まあ、まだ社内では若い方なんですけれども結構そのシニアなメンバーがその大企業から入ってきて、うん、その大企業の中のいろいろどこがこうボトルネックになるのかとかその大企業の考え方っていうのを知った上で、こでスタートアップで働きたいっていうメンバーが入ってきて、うん、それで、まあ、ここ気をつけた方がいいとかこういう交渉すべきだと、うん、まあそういったところをまあ僕自身いろいろ教えてもらって、うん、まあ突き進んできたと。うんでまあ、そこでは、まああのまあ、僕の信念としてはこ 妥協しないというところが一番重要で、うん、まああの妥協しないでこのやりたいことをちゃんとやっていくっていうのをまあ貫いたっていうのはもう一つあるかなと思いま、ね。なるほどすね。なるほど。で、あんまり難しいことをやってるわあの自分としてその何かこう特別なんか特別な方法があるってわけではないですね。ど。松尾先生もあれですよね。いろんな企業と共同研究とかやられてると思うんですけども、なんか。 いいねって感じのとことはち,ょちょっと待ってよみたいな感じのとこって何か差ありますえっとですねあのやっぱりこの,あの、まあ、AI ディープラーニングの話っていうのは、まあ、従来の,その、えー、ネットとかの話よりもだいぶその数学が必要だったり、うん、プログラミングが必要だったり結構。うん 硬いというか真面目なあの人に能力が寄ってるっていうかそっちの方が向いてることがあって、うん、で僕はあの西川さんのプリファードネットワーク r とかやっぱりその以前も PFI、えー、とかあのプリファードインフラ r a s t r u c t u r e っていう形でやられてましたけどゲームとかいろいろアプリとか作っておられたんですね。でそれがいまいち ううまくいいかかなっったというのがあってそれはどっちかっていうとやっぱりそういうセンスで言うと <laughs>、うん、西川さんところは真面目すぎたんだなっで、ところがこのディープラーニング領域になると明らかにこう真面目な方がやっぱり有利っていうふうになってきて。 それ,でそれで今すごいフィットしてるんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってますけどもな,どなんか僕ねやっぱキーワードはナンパになるだと思うんですけどすごく数学的な真面目なことをやるんですけども結局じじじ実用化しようと思うとトライアンドエラーの世界じゃないですかやってみないと分かんないよででデータ壊してどうなるか分かりませんっていうのに。 晴れるかどうかって、割とね、無邪気さというか何パターが必要な、ナンパ。あの、えっと、見てるとですね、えー、まあ、あの、本当に今、でも、いろんな、実例が、あの。うん、どんどん出てきてますし、えっと、これから1、一年二年で、またどんどん出てくると思いますけれども。うん、えっと、大体、どういうものが出てくるかっていうと。 えっと、現状の技術はちゃんと使いこなすとなんだけどもやっぱり今の時点でその精度100%とかいかないんですよね。やっぱ中途半端なとこしかいかないとでも中途半端なところでも従来よりはだいぶ良くなってんでそこを使った新しいサービスとかプロダクトっていうそのなんていうかすごいいい感じで今まではできなかったんだけども。 この制度でもなんとかなるみたいなのを見つけ出したものが先にこうプロダクトとして出てきてる出てくるようになってるというまあそういう感じですね。そういうい意味では技術を踏まえた上での そのまあ、センスの良さというかというのもすごく必要になって、ね、なるほどだ今の話あ話メーカーにとってみると割とやっぱり精度100%じゃないとなかなか厳しいよっていうところもあるし逆にもやさんの、ね、いるフィールドなんかベストエフォートベースでじゃんじゃかじゃんじゃか、うん、とりあえずやってみようぜっていう世界もあると思うんですけどもこの辺りお二,お二方どうですかねなんかトライアンドエラーでとりあえずやってみようぜっていう世界も近いと思うんですけど えとこれはもう名前出していいと思うんですが発表してますからうち無人さん滝野さんと,こと組んでピッキングやったことあるんですけどあの時非常に滝野さんから「村さん組みやすいね」って言ってもらったんですよ。で何がそうなのかなと思って考えてみると私全然口出してないしあの分かんないし <laughs> あんま上の人は言わなくて現場任せ本当に丸投げでうちの若い技術者と向こうの方と一緒にやらせてもらったんですね。で大きな会社はどうしても技術部長とか上の方とか出てこられるとかあるいはいろんな知見を勉強したいということで。 うちの場合あんまり頭いい人いないんで、勉強したってわかんないんで、もう任せる、任せて、任せて、そういうチームでやったんですけど、それはやりやすかったと。おっしゃってました。だから、ある程度割り切って、相手に任せるとこは任せて、下に任せてやらした方が。早くていいのかなっていう、そんなイメージは受けてます。なるほど。ほどはい、はい、森吉さん。ですかそうですね。あの、またあの、交通系の話になるんですけども、そのタクシー。で、今、だいたいその、あのお客さんを乗せてる率っていうのは。 実際に運行しているうちの、まあ、地域にもよるんですけども40スーパーぐらいなんですよね。うん、で半分以上が空で走ってますとしかも面白いのがうまいドライバーとベテランのドライバーといわゆる素人のドライバーで。 だいぶ全然その乗車率というのは違ってですねやっぱ下手な人というのはあんまりお客さんをうまく捕まえられませんとで我々はそれでう手い人と下手な人というのがじゃあどういう乗降ルートを通っていることによってとっていうものをデータを集めてですねそのあのまだ素人の人に関してもベテランドライバーと同じようなここ行ったらいいよとかですねそれをやってあげるだけで乗車率が上がってくると思っているんですね。 インターネットの世界でいくとそういうトライアンドエラーって数か月というかもう1日単位でガン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  p c c 回してるんですけどもそれをじゃあほん本当にタクシーの世界でやろうとするとそういういろんなあの機器を別に、ね、タクシーの人に配ってです、ね、あの運行してもらって数か月とか数年 データを貯めてですね、うん、それによってじゃあ分析をして、うん、こういうアルゴリズムがいいんじゃないかということをトライしていくので、うんうん、やっぱりそのトライアンドエラーの,そのサイクルというのが非常に長くなるし、うん、あとはデータを貯めようとするとそれだけまた大きな投資になるので、うん、我々が今までやってきたような IT の世界のこうすごいスピードで回していくのに比べるとやっぱ非 IT の中にそういう課題を見つけたとしてもそれを導入するというのはなかなかやっぱりサイクルであるとか投資のコストというのはやっぱちょっと違うなというのが、ねうん、なるほどそういう例えば日本交通 さんとかいろんなところと組んで、まあ、たくさんデータの量を増やして時間短くしちゃおうぜみたいなそういう発想はないですそうですねあの本当にあのタクシー会社さんといくつかやっぱ協力してもらうところを探してっていうのでま,かりました村田さん、またちょっと話戻っちゃうんですけどメーカーの場合ってやっぱりなんか僕、ヒエラルキーがあって一番上位にメカがあってその下にエレキがあって。<laughs> でソフトを AI っていくような気がするんですけども、これなんか、そのうち逆転し,し,していくんですかねだと思いますね、さっき言ってて、社員も後で見るんですね、これね、だからあんまり、<laughs> 思い切ってまずいなと思ってですけど、オフレコでって言われて、うちの場合ね、産業機械なんて、ずいぶんメーカーと一言で言っても、いろいろあって、ええあのー、特殊だと思うんですね、ええ、で産業機械の場合は B2B でもお客様、神様なんで、はい、まず何よりもお客さんのオペレーションがあります。で まあお客さんの方からと AI にしてもこういううこととやれと言っっってててて降くるかなと思って期待してたんですね、うん、でうちの場合あの半導体の大手のお客さんだとかあるいはあの米国の電気自動車のバッテリー工場だとか、うん、中国のまあ大きな IT の通販の会社だとかそういうとこ入れてるんですけど、うんうん、全然その村さんそのうちの倉庫だとかオートメーションとかでうちこういう AI 開発したから使ってよって。 っていいうの来ないんですねだからまだまだ実装はこれからだなと思うんですがそっちのまずお客さんの方でこういうことをやってほしいとこんな世の中こんなあるからもっと使わんかいっていうのが、うん、えいずれ来ると僕は思ってます、うん、で今のところあんなとこに言ったらよそ使うからっていうこともあるんでしょうけど思ったほど来ないと。 実態ですですからヒアルキリで言うとまずお客さんのニーズがあってお客さんとの会話があって、うんでまあ、うちも何か使いたいんだけどどうしましょうねっていう話がまず起点になると思うんですけど、うん、そこからあのおっしゃるようにものづくりっていうよりもどういうふうにオペレーションするか、うん、うちの機械がお客さんのところでどんなふうに振る舞うかといったところから起点に考えていかないと、うんうん、設計から順番に購買していくんで売ってっていう流れだとちょっと。 違っってててくるないう感じはしてますね逆に言うとそういう人材を先行投資で機械工学とかではなくてコンピューターサイエンス系の人をもうガーッと取っちゃおうみたいなそういうい感じやそこまでいくとねうちのコアコンピータンスとか外れてくるんでうちはやっぱりそこまでいくと負けちゃうんですよねスピ,スピードの速いでっかい会社だからなるほど <laughs> ベタなところであのメンテナンスとかサービスサポートだとかあるいはいろんなカスタマイズだとか。 そういうところで日本企業らしいきめ細かいところなるほどであんまりうわつかずにしっかり地に足ついて5年でも10年でもしっかり見ますよというところを強化する道具としてやはり使いたいと思いますけど,どそれを取り込んでここうという気はあんまりないです。むしろ 誰でも使える、これから人手不足ですから、うん、うちの海外のオペレーターなんかで、うんえー、誰でも使える簡単なものの方がエキスパートでないとわからないというつは、ね、今、ちょっと人の話に振ったんですけれども松尾先生、この人材育成ですね、この分野の確かあれです、ね、ディープラーニング協会で1500人受験して半分ぐらい受かったとかそういう話も。ええ 聞いてそうなんですけど、ちょっと人の話の前に、ちょっと聞いてみたいんですけど、まず、ちょっとなんか、なんていうか、平和な感じのセッションになっちゃってんで、ちょっと朝眠いっていうのもありますけど、まず,ま,ずまず自動運転で日本勝てないですよねって、僕はもう惨敗すると思ってるんですけども。 そこら辺どう思いますかっていうのをあのこれ、ね、石川さんとか森谷さんの聞いてみたいですけど、これ、ね、セスに行った時にテンセントが中国のマーケット全部自動運転も作るっていう展示をしててやっぱこいつらすげえと思って、いやそうで、僕僕が違うんですよ、ね僕。僕が思うのは、えー、まず世界で見るとまああのグーグルのウェイモとか、ねえー、あの NVIDIA とかが、えー、もうモジュールとしてはもう彼らが取りますと、うん、で中国マーケットは中国マーケットで。 えー、多ベッドの,あのていうか進化の仕方をするから今、うん、バイドゥからあのスピンアウトしたようなベンチャーとかたくさん出てきてますし、うんまあ、そこら辺が取るでしょう、うん、でその中で日本企業は、えー、そういった企業の、えー、作ったあの自動運転のモジュールを、まあ、使うしかないっていう立場に追い込まれると思ってるんですけどもどううでしょね、うん <laughs>。最先端のの最先端まあ、あの。<laughs> 僕はは勝勝てない勝負はしないといい負しとう人生において勝てない勝負はからはまあ今まで逃げてきたので,で勝てない勝負だけやるというところで,であの僕は勝ち目はあると思っていてまずデータにかまあ 要はまあ優秀なアルゴリズムを使える作れる人材とまあそのまあ優秀なアルゴリズムともう一つはその計算力とあとはデータまあこの3つが揃わないとでまあそれで一番高い精度ができればそれをみんな使うと思うのでまあ一番高い一番安全な あの自動運転を実現すればいいとでそれを実現するために超、まあ、えなきゃいけないハードル一つデータがあるんですけれどもこれは僕らはトヨタさんと組むとこれは、まあ、あのトヨタさんの、まあ、たくさんの車からももちろんデータ集められますし、まあ、あとはその、まあ、最近あのジャパンタクシーさんにも出資をしているあ、まあいったところからもどんどんその走行データというのがたまっていくんじゃないかなと。なる まあ、トヨタの車はまあ世界にものすごく売れてるのでデータで負けることはないだろうとそうすると、まあ、次はまあアルゴリズムで、まあ、これはまあ僕ら今幸いにもものすごいその人材はたくさん優秀な人材集まってきてるのでここでも負けないんじゃないかなとは思いますそうするともう一つはその計算力のところですねで計算力はこれはその半導体をあのあの一つはそのどれだけこう計算性能を高めるかといったところをです、ね、まずはそも,そもそもその。 電気を流してあげないとコンピューターは計算してくれないですけれども電気はそんなに無限に無尽蔵にあるわけではないのでいかにこう低消費電力のプロセッサーを作るのかといったところで今僕ら実験台 NVIDIA のプロセッサーを使ってはいるんですけれども、まあ、将来的にはまあいろんな技術を使っていくことになると思いますし研究段階ではあるんですけれども自分たちもその低消費電力の,そのプロセッサーの研究開発っていうのはそのネドのプロジェクトのところでもやってはいます。 もう一つ重要なのがそのディープラーニングはまだそんなに簡単にスケールさせることはできないんですね。そのスケールって何かというと、うん、1000台のコンピューターがあった時に1000倍速くなるとそんなことはないんですね、うんうん、どうしても性能がこう落ちていってしまうんですね。はいはい、そのスケーラビリティをいかに上げていくのかで、まあ、今ようやくまあ僕らもその画像認識のアルゴリズムですねその画像を学習させる、まあ、そのイメージネットをレズネットっていうアルゴリズムで学習させる、えー、とネットワークで学習させるんですけれどもそれでは今。 あの一応スケーラビリティとしては最初にその世界で初めて15分でほか f フェイスブックとかがまあ30分とかかかってたのをまあ15分でやることができたのでそういったそのガチでその並列性で戦う世界そのそのスケーラビリティで戦う世界では僕らは勝てるんじゃないかなと思って勝負はしていてなので僕ら今会社の大部分の,その研究を をそのいかにその計算資源を効率よく使いつつそのたくさんのデータを短期間で処理できるのか、まあ、そうするとあとはもうデータ量の勝負になるので、まあ、データはたくさんあると。なのでその計算力をいかに高めるか活用するか。 の研究開発こここははままだ勝負ついいててないと思ってますそ今世界中で今研究開発の競争が行われていて、まあ、その15分の論文を出した時に、まあ、弊社のメンバーが学会にいたん海外の学会に行ったんですけれども,もう今度はうちらは5分出してやるとか、まあ、そういうふうに息巻いてる世界でもあるので <laughs> るそこは今トップレベルでの競争というのが行われていて勝負はついてないかなと。なただ、まあ、あの当然ここ 力を入れていかないと負けてしまいますので、まあ、あの熾烈な競争をしていてまだ予断は許さない状況ではあるんですけれども。はい なので、まあ、その計算資源を高めるって意味でも、僕らの大規模な出資を受けたりもしてるんですね。そこは、あの、あとは計算資源をいかにこう、確保するのかっていう問題も出てくるので。うそういったところの、まあ、商売、まあ、もう本当に総合格闘技みたいな感じになりつつあるかなと思ってます。いや、いきなりトップギア入りますね。もうちょっと突っ込んで。あの、で、僕、あの、プリファードさんは、あの、その。日本の中では、本当に突出して、あの、実力があるし、あの、すごく。 なんというか勝ち目がある戦いをやられてると思うんですけどもやっぱり希望的観測と客観的に認識するっていうのは僕は分けた方がいいと思ってまして <laughs> あの希,望希望的観測は本当プリファードさんがトヨタさんの組んで勝つっていうのは僕は本当そう望んでるんですけどもでもやっぱり冷静に選挙を分析するとやっぱりそのグーグルとかフェイスブックの抱えるエンジニア研究者の数とかあの、えー、コンピューティングパワー それから実際にあれだけもう初期からどん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 車を走らせてもちろんその一般の車ではないですけども自動走行の車に関してはもうえらいデータを持ってるわけですよね。とかいうのをどうやって逆転するのかっていうともうちょっと具体的におのきしたいんですけども。はい、<laughs> あんまりツッコみすぎると。あの 手の内を明かすことになってもしこれがグーグルとかに見られてしまうとまずいですけれども、ええええ、まあその人材まあ確かに、うん、人の取り合いは大変で,、まあうでね、いつも悔しい思いをすることも多いんですけれども、ええええ、一方で僕らその彼らと戦っていく上で一番重要なポイントはその、まあ、日本の強みをもう最大限に生かしてもそれはもう惜しみなく生かしていくことだとは思っていて。 まあそれは何かっていうとそのハードウェアとソフトウェアは両方強くてそのハードウェアとソフトウェア両方をその極められるような環境っていうのは多分あんまりないと。 思うんですねこれはその例えばロボットの研究をしたいとロボットとそのディープラーニングを組み合わせたいという時にじゃあこれはアメリカだからじゃあ十分にできるのかっていったら、まあ、ハードが優れてないあの優れたハードが少ないとか、まあ、日本にはロボットのメーカーがたくさんあるとかで結構日本にどん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 こう人が今、まあ、日本にって言ったらちょっとそこはまあ確かにあのよくわからないんですけども <laughs> 少なくとも僕らの会社に関して言うと今 海外からのの応募の方が多いですね例えばあのインターンの応募に関しても海外のインターンからまあ2週間で数百あの100何人の応募があると、まあ、去年は10何人しか応募がなくてうんなんかもうダメかもと思ってたらなんか急にそので応募を見てみるとやっぱりそのハードウェアをやりたいという人も非常に多いんですね。な,な,なのでそういったところでそのハードとソフトの境界線をやりたいという人を貪欲に集めていくっていうのとあとはその大企業の。 まあグーグルもフェイスブックももはやもう大企業ではあるのでその政治に嫌になっちゃった人たちをにその来てもらうと、まあ、実際あのそういう話はよく聞くようになってきてはいますのでやっぱりその技術者としてはそのいろんな技術を貪欲に取り込んでいく成長し続けるというのが最も重要なことではあるのでそのためにその社内の政治とかに走らなくてもいい理想的な環境を提供していくというのがまああの価値につながるのかなと。なるほど まあであのデータが少ないかあのその走行実験をたくさんしていないというのはそれは確かにそうかなと思っています。な,なのでそこはもう トヨタさんと僕らが勝つにはもうトヨタさんをなんとかプッシュしてトヨタの車も何万台も使って同時に実験するしかないかなとそこは並列性を上げるしかないかなとは思いますじゃあグーグルが今からじゃあ数十万台で実験できるかといったらそれは難しいと思うんですね。 まあ10万台と言わず1000万台何千万台もの車をトヨタさん出荷しているわけなので,そ,で、ね、そこで何とかデータを集める仕組みを整えるしか勝ち目はないかなと思います、うん、ただそれができるプレイヤーではあると思うんですね、うん、なのでそれをやっていくしかないのかなと思います、うん、どうぞどうぞ,どうぞずっと聞いてて思ったんですけど今トヨタさんのトヨタさんでグーグルグーグルとやってるけどそのどこの自動車にも乗っかるようなジェネリックなそういうエアのモジュールを作ろうっていうベンチャーとかそういう考えってないんですか そうですねあの僕,そう僕らは豊田さんとあの、うん、いいものができたらそれは横展開する可能性というのは当然あるのかなといやだからそれすごいナイスな質問でこれ今垂直統合型でみ皆さんやってるじゃないですか。 ただいずれ,れ水平分業化が起こる話で、問題は日本企業がどのポジショニングを取るかだと思うんですよ、あの自動運転といっても生態系、エコシステムの中でいろんなレイヤーな、ね、ビジネスというかね、立ち位置が生まれてくるんで。 ぜ全部垂直統合で、全部やりきりますっていう世界観は多分10年後にはなくなってる気がしていて、そ,そのあたりはどう僕、最初に、なん、えー、かエヌビディアかウェイモっていうのは、ま,あ、まさにそれで、えー、そうですよ、ね、に下のレイヤーで撮るか、もうちょい上のレイヤーで撮るかで、エヌビディアかウェイモかっていうのが、うん、普通に考えると、そうなっちゃうんじゃないのっていう。センシングのところは負けてますよね、確実に。 グーグルとかフェイスブックは脅威という話はあったんですけど僕は脅威は結構エヌビディアも脅威かなとやっぱりそのジェンセンが目指しているところはその自動運転のプラットフォームを確実に取っていくとやっぱりその半導体を握ったからにはそのやっぱりその自動運転のプラットフォームを取っていくというのはこれはまあもう彼もキーノートとかでも話をしているわけですけどもそういったところとの勝負になっていくかなと勝負する面もあれば。 まあ僕らとしてはそのじゃあ自動車産業は今後どうなるのかっていうのを正確に見極めていかないといけないなと。自動車がじゃあこれからじゃあ 2倍3倍の市場になっていくのかといったらそんな気も僕はあんまりしないんですねで,すね、うんうん、で今この時点では間違いなくその自動車の研究開発というのは進んでいるんですけれどもまあそれは僕は何を思っているかというとまあその自動運転に最も必要なものの一つにその目の部分ですね状況を正しく認識してそのまあ人と同じぐらいのレベルでその ものを認識するとそれができれば僕はそれはロボットとかいろいろ環境を認識しなきゃいけない分野っていうのはいくらでもあるのでうん、うん、そういったところに展開していくで、まあ、その中でも一番難しい問題がまずは自動運転にあるのかなとな,なのでその問題が解ければ他の問題はだいたい容易に解けるかなといったところでそういった視点でも考えていかないと自動車産業だけで考えていくっていうのはもうそろそろ限界が来てるのかなというふうに思います。 森安さんぜひ、うん、まだどこでどう戦うかっていうところ、まあ、それ会社ごとによって違うと思うので完全にあのもうどっかだけ勝ってっていうこともないと思っているんですけどもまず自動運転でその技術力がじゃあどこが本当に進んでるんですかって僕も正直、わからないですあのウェイモーがどこまで進んでいるのかっていうところで正確に判断するのって難しいんですけども一つ言えるのはまだ彼らって日本で全然やってないんですよね。 でそうするとそのあの法規制も違うし道路事情も全く違うのでおそらくじゃあ US で、えー、できましたって言ったから日本に来た場合に多分3年ぐらいかかるんですね。そそうした場合にそこははだから日本でで 勝たないといけないいいととけ一番やっていけないのはその AI スピーカーってねあのアレクサがもう3年前ぐらいにいてうん、うん、今、日本にで出てますけどもやっぱり日本で3年ぐらい遅れてるんだけども、うん、それでもやっぱり向こうの会社になかなか勝てないかもしれないっていうことになってるわけなので少なくともそのじゃあ日本の道路事業と交通規制に合わせて一番その最適な自動運転カーっていうのはどこが出せるんですかっていうのはまず一つありますよねうん、うん、と。であとはそそのの上で、えーその 利用者からした場合に多分自動運転会になって、まあ、自分で所有するっていうのはもうありますけどもやっぱりサービスとして乗る移動するために乗るっていうことの方が多くなってくるので、うん、そうなってくると移動のサービスのレイヤーをどこが取るんですかっていうことが重要になってくるので、うん、そうなってくると、まあ、あの技術力のちょっとした違いというよりも実際にもユーザーさんがこの まあ、アプリなり何なりを使ってその廃車サービスを呼ぶっていうものを先に立ち上げた方が多分、勝つと思うんですよね、ネットワーク効果も効くので、そういった観点で、まあ、どこで戦っていくんですかっていうところは自動車って実は、ね、エンジン性能とか馬力とかで割と機能材的な要素で買われてるっていうま,まやかしがありますけど、あれも完璧、官能材ですよね。 だけどシェアリングエコノミーとかの時代になって官能的要素が極限までなくなっていったら車ってどうなんですかめちゃくちゃ安くなるんですかねそれとも一部のマニア以外はあれですかねもう本当に。 僕は希望的観測はやっぱりなんていうかトヨタさんとか日本の車メーカーがずっと売れ続けるということなんですけどすごい冷静に考えるとどう考えても一番利益率が出るところっていうのはウーバーレーヤーのサービスのところが取っていくとそれから信頼性安全性に関わる重要なコンポネントは AI を提供する、まあ、NVIDIA だったりウェモだったりフィオハードさんかもしれませんけどもそこは取っていくとで、えっと、その中間の,その車体全体のところは、うん、やっぱり相当ディスカウントされるとでウーバーから見た時に例えばあのいろんな車メーカーさんがすごい大きな何て言うかあの <laughs> 顧客になるというかその車メーカーさんから見たときに、ウーバーがすごい大きな顧客になりますから、ねうん、めちゃくちゃディスカウントを要求されるっていうことが、いずれ起こるでしょうと、うん、でそうすると、どっかの時点で売上利益ががたんと落ち込むっていうことが起こるっていうのが、すごい客観的に見ると、なんかそうなんじゃないかなと、うん、もちろんそうならないようにしてほしいんですけども、うん、まあ冷静に選挙を分析すると、そうなんじゃないかなというふうに思うんですよねいわゆるスマイルカーブ効果がまた、ででも起こっちゃうってやつですよね普通に考えると、多分そう,そうですよね。<laughs> なんでそ,それを踏まえた上でじゃあどうするかっていう、多分こううことをやんないといけない,い、ねうん、あのちょっと日本の、今の車もそうなんですけど、もう少し視点を広げて、日本企業の立ち位置っていうんですかね、グローバルで見たときの立ち位置というか。 あの先ほどね先、先来、中国であの取ったデータは、ね、海外に持ち出せないみたいな法律を、ね、中国が規制をかけて、まあもうまあ、要は囲い込みにかかってるわけじゃないですか、でこういったは割と国,国を挙げて囲い込むっていうケースもあれば、で逆にあこれ、市にからの話ですけども、自動運転車を開発するのは世界で多分トヨタが一番だろうと、ただその車が走るのは間違いなく日本でないだろうと言われていて。 要はいろいろな規制面だとかあると思いますけれども、ま,あ、まさに日本企業がこの AI を活用してまさに勝つためにですね、どどんなような立ち位置を取ったらいいかというふうにお考えでいらっしゃいますか、ね、村上さん。う先生よくあのカンブリア爆発に例えとおっしゃってるあの AI で機械がありやマシンが目を持つことによって逆的に発展するっていうお話をよく伺いますけど、あの時期から後にいろいろこう掴むとか。 えー、泳ぐとか握るとか、そういうハードウェアが発達したと思うんですね、見えないときはもう当たって逃げるだけだけど、見えた,見えた瞬間から今度はそれを外科に対して何らかの人たちは働きかけなきゃいけないということで、ハードウェアがわりと、この次に大事になってくると思うんですよ、そこは日本はまだ負けてないというところだと思うんで、もちろん AI でも頑張ってもらいたいですけど、それによって機械が周りの注意の環境を認識した上えで、何をするかっていうハードの部分というのは、まだまだ全然だと思うんです、ビッキング1つともそうですし。 これから車の話だけじゃなくて介護とか、うん、そういう他の世界も今後、応用、日本は課題タ大国ですからあると思うんですけど、うん、そこで AI を使って社会実装するだけのソフトじゃないあのハード社内ではソフト頑張れ言ってるんですけどハードをもう少し頑張れば差別化のまだできるのかなという気は気しま生。 あのですね、あのおっしゃる通りで、まあ、先ほど西川さんもお話しされましたけど、ハードとの融合というのは、僕は本当に日本にとってまあ唯一の勝ち筋なんじゃないかなというふうに思ってまして、ちょっと状況から説明すると、画像認識だけでいけるところはもう,もうあらかた取られているっていうような感じだと思ってまして、まあ、まず医療画像がもう相当、米国中心に速いスピードで、どんどん実用化されちゃっているとで、顔認証が、これ、中国がめちゃくちゃやっぱ速くて。 あの中国のフェイスプラスプラスとかです、ね、センスタイムっていうところがあってここめちゃくちゃ技術力高いですけどもでやっぱり国家として、まあ、誰がどこにいるのか取ろうとしてんで顔認証の領域、まあ、例えば日本でいうと NEC さんとかほ本当は強かったんですけどもやっぱり相当厳しい状況になっているとうん、うん、で、まあ、次がハードとの本当の融合になっていくんですけどもこの状況でいうと今ですねその深層強化学習って呼ばれるその、まあ、ディープラーニングと強化学習を組み合わせてまあ上手に動けるようになるっていう技術が いいまいちまだちちだ、ね、えっと何、えー、ていうかですねあの今の教科学習の技術あって、まあ、非常に簡単なタスクであればやってるうちにだんだん上手になるってできるんですけどもところがその世界のモデル化っていうのができていないとでこれは実は事前学習でですねその、えー、報酬を与える前に相当ですね例えば人間ってですね考えてみればこの目とかです、ね、耳からセンサーの情報が時系列ずっと入っているわけですね。 でアクチュエーターとしてこのの手とととかか足出出力がずっと出てるわけです。こういうセンサーの時系列の入力それからアクチュエーターの出力この中から実はその世界が3次元であるという内部構造を見つけ出してるんですね潜在構造を見つけ出してるわけですなるほどでこれ世界が3次元であるって別に人間の脳のどこにも最初書いてないんですけどもそういう潜在構造を見つけ出してるとでこれに相当するような技術っていうのがまだちゃんとできてないと。 ですから、いろんなタスクにおいてどういうことが重要なのかっていうのがを,を見つけてです、ねそのえー、入力された空間を低次元にするというとこが実はまだできてなくて、でもこれ、多分もうすぐできるんです、僕の予想では多分もう1年とか 2, 2年以内にできるで。これできるようになった瞬間、 僕はその、えー、そのいろんな機械とかロボットがすごく上手に動けるようになるっていうことが技術的にできるようになるのでそこから先は僕は用意どんだと思ってましてでいろんなロボットがです、ねえーそのまあ、いろんな状況を認識しながら上手に動けるようになるっていうでそこからの戦いに負けるともうあのやばいですよっていうなるほどそういう状況かなというふうに思います。 えっとそろそろお時間になりましたのでフロアに投げてみたいと思いますちょっとえっ、ー、と三人ぐらい質問をじゃあえっ、ー、と,あ,とあ三田さん三人石橋、えーはい、さんと加さんと三田さんお願いしますの日経の石橋ですとも貴重な話ありがとうございましたでさっきのお話ですとまあハードは日本が強いって話なんですが。 まあ自動運転にもいろんなパターンがあって、まあ、テスラ的な自動運転もありますけど、一方、バス、まあ、DNA さんが実験やってますけど、この世界はフランスがですねナビアとか、あるいはイジマイルとか、先行して、ほとんど世界の市場を席巻しているわけで、なんであの程度の自動運転のバスとか、そういうものが日本のメーカーにできてないのかと、製品レベルで出してこれてないのかってそこをちょっとお聞きしたいと思います。なるほどはい あの昨年東大の鏡です、あの松尾先生がおっしゃったお片づけロボット、なんか日本がものすごく強い分野であってです、ね、はい、なんか誰かがぐわっとこうやれば、なんか日本、勝ってるような感じもするんでお片づけロボットの,今の現状、どうなってるか、伺いたいいたと思いますえ、えっと。立場は、コンサルタントではなくて、DMG 森世紀の取締役の三田です。あの <laughs> えと今の話伺ってると結局ビジネスモデルどうやって付加化しとるのかなっていう話に行かないと、うん、日本企業はどの辺狙うかっていう話に行かないのかなとそうです、ね、例えば自動車も今の自動車考えると日本で30兆円ぐらい全部で金が動いてるけどメーカーは5兆円も取れてなくて、うん、残りは保険だとかガソリン代だとかサービスのところに全部お金が動いてるんで、うんうん、そこのところと組み合わせてどうビジネスモデルか作るかとで、うん、そうするとシェアリングっていうことになネルギーと それから最近になってコミュニケーションが全く変わったっていうのがあってじゃあエネルギー周りのとことどんな付加価値を取るどんなモデルをすればいいかとさっきまでの話だとあの自動車のところだとそのサービスモデルで勝つかレイヤーでスケールを取るあの AI モジュールを圧倒的に取るか、まあ、どっちかだよねと。で後者は負けそうだからこっちと組み合わせましょう。 っていう話だと思うんですけど、まだ世の中を大きく変えたところってのはエネルギーとかコミュニケーションとかあって、うん、そこのところでやっぱりビジネスモデルでどこ取ったら得かみたいな、本当に見ようにしないと勝てないと思うんですが、うん、ぜひこの辺で何かあのお考えになってるところがあれば教えていただけないけ、うん、なるほど、じゃあ、市川さんからいきましょうか、どの質問でもいいですよ、バスかお片付け、お片付けをットた松尾先生ですね <laughs> あと、新しいビジネスモデルか。そう話がありますか。そうですねあ ビジネスモデルのところはもう僕らは最も今課題を抱えているところではあるのが正直なところですね。と、まあ、あいうのは、まあ、僕らは今そのかなりその研究開発が今一番重要で、まあ、ビジネスモデルは正直、まあ、これから考えようかなといったところでっていうのは、まあ、今日本のその深層学習、まあ、ディープラーニングの研究レベルというのはまあ やっぱり遅れてるっていうのは遅れてるのでそこを取り戻さないといけないと、うん、まあそのためにはもうなりふり構わず、うん、そこの高度化を目指していかないといけないので、まあ、僕らは大規模なクラスターとかを買って、まあ、それが、まあ、じゃあ直接的にどういう収益を生むのか全く考えてないんですよただそれ研究のに必要なんですよとにかくそのじゃその競合が何千枚もの GPU で実験をしているところでまあ僕らがやってなかったらそれはまあ将来的にまあ何でしょう 心臓を奪われるというか、うん、その肝心のところ、まあ、ビジネスモデルが確立したとしてもそれを支える根本の技術がなくなっちゃうと要はその技術そのコアの技術が全てを変えてしまうんじゃないかなというところの,その恐怖感っていうのは結構、まあ、プレッシャーというのはありますね。 例えばマイクロソフトが Windows という OS を出してその世界中に普及したように、まあ、あれはまあみんなが必要としたもの、まあ、明らかにその PC でああいうものがあったら便利なものでそれをみんながお金を払って使いたいと思うもの、まあ、そういうものを誰もが欲しがるものを作るというのが僕らは今、一番目指していかないといけないことかなと思ってますビジネスモデルというと三田さん PL モデルっていうんですかね、売りとコストのモデルは日本得意だけど、いわゆる BS モデルっていうんですかね、要はサービスローンチして、チャリンチャリ鳴らすビジネスモデル作るのって、やっぱどうしても苦手なところがあって、今、リカーリングって言葉でも言われてますけれども、そこはやっぱり大きな転換していかないと、トヨタにしても何にしてもいけないんじゃないのかなって私は思うんですけども、ちょっと森谷さん、そのあたり、多分お得意な。 そうですね、ビジネスモデルで、えー、例えばそのあの完全自動運転が実現して事故がゼロになるとですね、うん、自動車保険っていらなくなるんですよね、そこに行くまでもどんどん,どんどん安全になっていくと損保の,のモデルというのはかなり変わってくるわけですんでその中でどうやって行くのかというとそれは損保会社さんも話をしてますし損保さん、すげえ焦ってますよ。その中でだからあの 実際にそのドライバーが保険を払ってっていうこと自体から多分変わってきてはい、はい、完全自動運転になった場合に、まあ、事,事故ゼロっていうのは理想ですけどもそこまでいかない中において、うん、じゃあ誰がその事故のリスクを取って、うん、どういう形で、うん、あのまあ 責任をどこが取ってっていうところはだいぶ変わってきますのでその辺りは法制度も含めて、うん、あのビジネスモデルを変えていかない、うん、新しいものを作っていかないと、うん、なかなか実際にも普及をしないしっていうところにな,、うん、なるほど、ね、バスはどうですか、バス。でバスの話をするとあの実際にゴルフのカートってほとんど無人で動いてるレベルじゃないですか。でそれと似たようなもんで、あのお すごいちっちゃなバスを低速20キロとか30キロで動かすのってそんなにハイテクじゃないんですね。なんでそれはもうあの ET マイルとか実現してますしただ、そのじゃあ需要がどこまで市場が大きくなるんですかっていうと。 その低速でコミュニティバスみたいなローカルぐるぐる回ってるようなものっていうのはそこまで普及はしないでしょうとい、うん、うとやっぱり主戦場が今乗用車になってくるわけですよね、うん、でも実際にはその例えばトラックで高速道路を運行しましょうっていうだけでも需要はあるはずなんですけども、うんうん、そういうようなだからあの自動運転といってもあのちっちゃい低速のバスとか、うん、高速道路でっかい車が。 動くとかうん、うん、っていうものによってもだいぶ技術的な要素としては違ってくるんですけども、うん、やっぱり視線上は乗用車のところに寄りすぎてる感はあるかなと思いますねうん、うん、だからもうちょっと違う大きなトラックに最適な自動運転技術を作りましょうとか低速だけどもローテックで安く早く売りましょうみたいないろんなところが出てきてもいいのかなと思いますけどね実はうちの会社あのバス会社としてかなり規模が大きいんですけどもあれって路線バスって実は向いてるんですよねスピードもそんななに速くないし 決まったルート走るんで,で特に地方に行けば人手不足で運転手さんいないのでなんでそういった意味では結構いろいろ取り組みはやろうとしてますんで大丈夫です日本からも必ずバス自動運転じゃあ松本先生お片付けロボットえっとですね片付けロボットはこれ、ね、結構いろんなところでやろうとしてるプロジェクトが立ち上がってきてますであのただ、まあ、いろんな企業さん見てて思うのが、ね、結構若手が頑張ってやってるんだけど上から あんまりその評価されてない、応援されてないケースがすごく多くて、でこのロボット 片付けロボットって実はロボット業界ではもう昔からアプリケーションとして有力だと言われてきたもんなんですねだから今はディープラーニングで目の技術ができた今だからこそ本当にできるかもしれないんだけどもやっぱりその若手もですねなんだか上からそういうふうに言われちゃってるしでもずっとこれまでもできなかったしっていうのですごく自信がない状況でやっていて僕はそういうプロジェクトに行って、まあ、いいですね頑張ってくださいって言うともうすごい元気づけられるんですよね。 でやっぱりこのディープラーニングのプロジェクトをどんどん成功させていくためには、あのえ昨日の,あのえ小泉進次郎さんの話ありましたけれども、やっぱりまあ人材が圧倒的に足りなくて、うんうん、でまずエンジニアリングのぜ人材、研究できる人材、これは圧倒的に負けてます、どう考えても、ですね例えば上位300人、えー、論文数の,論文の、ね、ディープラーニング関連の論文の引用数ランキングで上位300人とかやると、日本人一人も入らないですね、そのぐらいも圧倒的な差があると。でそれから使う側 のやっぱり、えー、リテラシー、知識にもです、ね、相当問題があって、やっぱり何ができるのかっていうことを、やっぱり技術を正確に把握してないという問題があるということで,です、ね、先ほどちょっと振っていただきましたけれどもあの、日本ディープラーニング協会っていうのを昨年作って、でそれであの、えー、実はあの世耕大臣にも応援していただいて、あのえー、その試験をです、ね、やるっていうので、G 検定っていうのと E 資格っていう2つです。でこの G 検定の方は 例えば経営者の方とか、新規事業、経営企画の方とかですね、それからユーザー企業の方、こういった方に、今、その、 AI ディープラーニングの技術っていうのはどういう風になっているのかとかその特性はどうなのかデータを貯めるってどういうことなのか例えば精度を検証するってどういうことなのか、まあ、こういったことをです、ね、あのちゃんと学んでいただこうっていうそういう検定それから E 資格っていうのをエンジニアの方に受けていただくような試験でディープラーニングの実装だったり裏にある理論だったりっていうのを把握してもらう。これをですねあの 検定の方昨年12月に第1回やったんですけど1500名受験していただいて、うん、で800名合格したということなんですね,ですね、うん、1> 第1回からやっぱ1500名というのはかなり良かったと思いますしこれを倍々でですね、うんあの、増やしていきたいというふうふに思ってまして、うん、えネットでで受けられますす、ねえ、そうですあの、えっと、次6月で年に2回の予定だったんですけど3回、4回と増やしていこうと思ってますしやっぱりその試験を作るとですね、結構面白いのがいろんな方がですね、やっぱり試験勉強をするんですね。 あの日本人、真面目なので、きですね、試験勉強するっていうです、ね、それでメディアの方とか、そういろんな方がですね、受けましたって、でもその前、結構勉強しましたっていう。 そういうことがです、ねまあ、いろんなところで起こってくると、知識レベルが上がって、そういうプロジェクトもうまくいくようになってくるんじゃないかなというふうに思いますそういう人たちが大企業に入っていって、いわゆる CDO、チーフデジタルオフィサーって、ね、最近出てき始めてますけれども、50歳、60歳の人じゃなくて、本当、20歳、30歳の人が CDO としていろいろ考えられるようになると、面白いんじゃないかなっていう気は僕してますけどね。 え、そうですね。あの、うん、えっと、やっぱり、その、えー、まあ、実際に手を動かすのは、やっぱり、若手の方が中心になると思いますけれども。あの、ディシジョンするのは、まあ、年配の方でもいい、今の技術のことをちゃんと分かってさえいれば、年配の方でもいいと思いますし。まあ、あの、もっとですね。まあ、三十代、四十代、え、まあ、時には二十代ぐらいの人に、こう権限移譲してやるっていうのも、あの、すごくいいと思います。すねはい、じゃ、ちょっと、もう一回フラワーに振り,返りたいと思います。はい、じゃあ1、一二三、はい。宮澤さ,さん、と、大久さん。 あヤフーの宮沢です。今日の,あのサブタイトルが「日本企業を勝つための戦略は?」と書いてあるんですけどもあ面白い日本企業ではそのソフトバンクっていうのがありましてあの世界中の AI 領域にひたすら投資して、まあ、今ウーバーのヒット株主になったり、まあ、DD とかですね エ v ビディアにも、えー、投資をしているわけですけども今日はあんまりソフトバンクの話は出なかったんですけど、えー、皆様から見てそのソフトバンクはどう見えているのかとか <laughs> <laughs> あの戦略はどうなのかとかですね、はい、ちょっとコメントいただけると no, no, no. 面白いかなと思いましたし。 はい、アビームコンンサルティングの斉藤といいますちょっと先ほどのビジネスモデルの質問と近いのかもしれないですけど今回のテーマで「想像と破壊」っていうことで少し破壊側にフォーカスした時にその AI とかが発展して既存産業とかでディスラプトされる部分があるのかなと思って,いて例えばなんですけど自動運転になった時に自動車のコックピットを作ってるメーカーがちょっとこの間相談に来てうち潰れるんですけどどうすればいいですかみたいな。 そういう相談をされたりとか、少しそうやって AI が入ることによって産業とかの景色も変わってくるのかなと思っていて、うん、どんなところがディスラップトされて、そういうところはどう戦っていくんだろうみたいなところをお考えがあったら教えていただきたいなと。ます。の申しますあの私たち、監査法人業界もです、ね、今、テクノロジーを使って監査するということでものすごい投資をしているんですけれども、昨年1年間でグローバルで500億投資しているんですね。 でちょっと私が、まあ、自動車会社なんかいいと思うんですけれどもこの資金力の差で,です、ね、もう圧倒的差が開いてくると。 ですから関東人業界はもうビッグフォー以外はおそらく生き残れないような状況になってきていて、まあ、そういったものに対してどう対応していったらいいのかなというのが1点目と一方で基幹システムが例えば IBM だとか、まあ、そういったところに依存していかざるをえなくなってきたときに、まあ、IBM が潰れるということはないでしょうけれどもそういう会社何かあったときにそれがリスクが全部連鎖的に根本からもあのなんていうか避けることができなくなってくるとこういうようなリスクに対して何かこう対処方法みたいなものを持ってないのかなというのをお聞きしたいと思います。なるほど。 じゃあ村田さん、で,できれば、破壊のとこですね、はいえー、さっきの三田地さんの質問とも兼ねると思うんですけど、日本の製造業って、まだもう20%ぐらいしかないですね、うん、その20%以外のところでまあ僕は目的はいいと思うんだけど、残された20%の僕ら何やっていったらいいかって、やっぱり世の中、世界の他の国の人たち、やりたくないことをやる。 みんながやるとこ行ったって仕方がないんでそこでやっぱり日本の組織の特性を生かしていくのがいいかなと思うのとそれから今私は半導体装置産業の世界的な業界団体のボードやってるんですけどそこで問題されているのは日本企業じゃなくてアプライドマテリアルとかラムリサーチとかああいう海外の会社も含めて学生がいいのは来てくれないって言うんです、うん、彼らですらそのシリコンバレーの真ん中にいても結局億万長者になれないからグーグルとかアマゾンみたいにだから来ないっていうんですね。だから アメリカとかヨーロッパですがそういうメーカー離れが進んでいる中で、えー、僕らできる仕事は逆に増えているかなという気がしてますのでそこでなんとか生き残っていきたいとじゃあ森さんぜひソフトバンクの <laughs> そうですね10兆円単位でおかわりおかわりしていくる会社なんで <laughs> あのでそういう意味で非常に見てて面白いですけどもあのやっぱり、ね、その10兆円単位でお金を使っていこうとしている会社と 我々数百億とか多くても1000億ぐらいで戦っていく会社とやっぱり全然その戦い方っていうのは変えないといけないと思うんですけども、まあ、あのソフトバンクに関していくと本当に見てて気持ちがいいですよねだから本当にいろんなところを買ったりとかして書き回してもらいたいなっていうのは <laughs> なるほど。じゃあ松尾、まあ、先生あの大久保さんのリ,リスクの集中化っていうか最後,、えー、最後の。 あのえソフトバンクについては僕もすごいいいと思ってましてやっぱり日本ってど,どうしても今の状況になるとゲリラ戦っていうかなんかその細い勝ち筋を見つけるしかないんですけどもやっぱりああいう正面から <laughs>、うん、あの一番いいところに貼るっていうのをできるっていうのはやっぱりすごいと思いますしうん、うん、本当は他の日本企業も僕は頑張ればできるはずだと思うんですけどもなかなかやっぱりあそこまでの意思決定がちゃんとできるのは今のところ孫さんしかいないというところで、まあ、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思ってます。 でリスクに対してはありますけどもまあでも日本全体がいろんなリスクを抱えているので、うん、まあしょうがないんじゃないですかね。<laughs> <laughs> <laughs> まあそれを安全に日本のものを作るとかっていうふうにまあやるとこれまたなん,かなんかちょっと変な話になってくる気がしますし、ね、はい、うんはい、分かりました、えっと、残り2分なので最後、一方ずつコメントいただきたいんですけども、えっと、未来予測、来年もしまた同じセッションがあったとしたらこの1年間にど,どこまで進んで来年はどのあたりが論点になっているでしょうかっていうぜひ未来予測をじゃあ西川さんからお願いでいきますか。 僕らの会社が今特に力を入れているのはそのソフトウェアとハードウェアの境界をぶっ壊すということですねで、まあ、あの今はソフトウェア中心というかあのソフトウェアが取り立たされることが多くて、まあ、僕らもソフトウェアの会社としてスタートしたんですけれどもその僕ら今ソフトウェアの会社を脱却したいなと思っていて要はハードの設計自体がソフトウェアによって大きく変わっていきますしその ソフトととてて両輪で生きいいいいかないといけなけいいうで、まあ、おそらくハードの作り方もそのソフトウェアが進化することによって大きく変わると思うんですねでそういった景色というのはまだ今これから作っていかないといけないところなんですけども、うん、今のソフトウェア業界というのが大きく変わっていくるんじゃないかなと、うん、なのでまあ僕らはあのよくその AI でなくなあのプログラマーというのは生き残るだろうと言われていますけど僕らは、まあ、僕もプログラマーなので思うんですけどプログラマーが実は結構早期になくなっちゃうんじゃないかなと思う。なるほど うのでそういったこと流れというのが起こってくるんじゃないかなと思います、まあ、1年で起こるかどうかは分からないんですけれども、どはい、分かりりまましたありがとうございますじゃあ松尾先生で産業については、どんどんやっていくしかないということだと思います、学術研究で結構面白いのが、このディープラーニングの研究と言語とか意識とか、そういうあたりがどんどん融合されつつあって、この1、2年ぐらいで、あのそういう非常に面白いところの研究が進んでくるんじゃないかなというふうに思って楽しみにしています。 じゃああ半導体の装置も工作も忙しくて仕方なくて忙しい今の状況が1年間続けたらいいなと思っていますが人 <laughs> 手不足なんですね、それを解消できるようないいツール、いいモジュールがどんどん出てくることを祈ってます、はい、じゃあ、森内さん、最後お願いします、はい、やっぱりその、ね、技術がどんどん進化してますとかあるいはそのビジネスモデルこういうのを考えてます実証実験こうしてますというのはいろいろあると思うんですけれども、うん、やっぱりそろそろ実際のサービスとして 本当に便利になったとか、うんうん、いわゆる事業として売上が上がってきたとか、やっぱそういう事例が出てこないと、本当の加速はしていかないといけないので、そ,うですね、そろそろそういう事例がもっと増えてくればいいかない、ね、そうですね。はいいありがとうございました、えー、来年はですねぜひ、本当に今お話にありました、えー、ハードの領域か、えー、分かりませんけれども、何かもう世界に世に出てです、ね、それをみんなで議論できる場になる、1年になるといいなということを私も祈っています、えー、ではこれでセッションい人の方に大きなをします。<laughs>